ね、こんにちは、かっこいいギタリストの竹下敦史です。で、ね、今回ご紹介するのはですね、エレコム製の、エレコムじゃないのかな、これエレコムだ、エレコムの、Bluetooth のスピーカー、これ、県中島さんからね、音楽評論家の県中島さんからいただきました。以前ね、お借りしたんですけど、音はいいんですけど、どうも使いこなせなくて、ベアリングが外れたりね。でね、ケンさんにお返ししたんですけど、ケンさんもこれどうもなんか挙動がおかしいんで、もう一回ちょっとね、タケちゃん使ってみてっていうことで、使ってみることにしました。でね、これ面白いのがね、こういう風にね、下にゴムの台がついてて、横に使うこと前提なんですよ。ところがね、先日ね、双子玉川にある蔦屋家電さんにね、用事があって行きましたところ、マーシャル、一応マーシャルのロゴがついてたんだけど、マーシャルのやっぱ Bluetooth のスピーカーがあって、これがね、どっから音出てんのっていうぐらいね、音場が広がるんですよ。で、欲しくなっちゃって、やっぱ2万円ぐらいするんですよ。で、今ね、ほとんど楽器とかにお金回したり、まあいろいろなね、生活する上でのものにお金回したい中でね、スピーカーかーと思って、で、そういえばケンさんにね、夏頃に借りた Bluetooth のスピーカー、音は良かったんだけど、いまいち使いこなせなかったなと思って、もう一回貸してもらえないかなと思って、ケンさんに連絡したんですよ。もう一回貸してくれないかって。そしたらケンさんもやっぱ使ってみて、ペアリングが外れたり、いまいち挙動がつかめないってことで、で、私もう一回借りたんです。でね、ちょっと面白い使い方は、もう、まあこれ当たり前だったのかもしれないですけど、こう横に使うのを縦にこう置いてみたんですよ。そしたらね、面白いことに、ステレオ感とか広がり感はなくなるんですけどね、すごくね、音がピンポイントにはなっちゃうんです。横の時はね、こうパーッと音が広がるんですけど、こう置くと、そこそこそんなに広がらないんですけどね、すごくね、低音と高音がはっきりと分かれるようになったんですよ。悪い言い方すると、どんしゃり。いい意味で言うとね、ベースの音とかはね、立てた方が聞き取りやすいんですよ。で、逆にすると、また音変わるんですよ、これ。これね、中にちっちゃいスピーカー入ってるだけなんですけど、面白い。奥向きとかね、奥角度とかね。一応ね、その立場上ね、電波の規格に外れてては問題なんで、実際にスマートフォンから Bluetooth 飛ばして、家の中とあと家の外と出てみました。Bluetooth はね、規格で10メートル以内と定められてるんです。電波飛ばしていい距離がね、10メートル以上飛んじゃってたら、私ね、日本ラジオコントロール科学協会のね、理事なんで、電波に関して違反が起きてはならないわけですよ。で、実際に計測してみました。これね、10メートルよりほぼね、7メートルぐらいで、実際の切断されました。やっぱりこういうものはきちんと規格守られてるんですね。あとね、これね、オークス、外部入力がついているのと、あとマイクがついてるんですよ。だからこれで通話が可能なんです、電話の。でね、先ほど電話かかってきたんで、実際に試してみたんですけどね、やっぱちょっとね、正直会話がしにくかったです。これはちょっと実用的じゃないかなとは思いました。で、あとね、スマートフォンのフリックでね、入力した時の音なんかはスピーカーから出るんですよ。だからね、ある意味気をつけて使わないと、いろんなものまき散らしてしまうものだなと思いました。イコールね、こうスマートフォン自体も安易にねペアリングしてしまうと、よその機器がね
鳴ってしまったりとか、自分が鳴らしてる音楽が他で鳴ってしまったりとか、そういったことが起こりかねないんでね、まあ、気をつけて使わなきゃいけないなと改めて思いました。あとね、今マルチペアリングっていう機能がありまして、例えばこのものからヘッドホンだったりスピーカーだったりいろんなもので使いたいなっていう方いるじゃないですか。私はヘッドホンはできるだけ Bluetooth 使わないようにしてるんです。その方が単純に電池の持ちがいい、電池がね、いらないじゃないですか、物理的に挿せばいいんで。なのと、あとはどうしてもね、有線の方が音がいい。なかなか前ね、一番いいとされている B 社のものとか使ってみたんですけど、やっぱりね、有線の方が音がいい、ヘッドホンは。ただね、やっぱり普通に部屋でね、音楽聴くのに、今時ね、でっかいスピーカーを並べる時代でもないし、やっぱりこの Bluetooth のね、こうちっちゃいものを、私結構料理するんで、キッチンにほいっと置いたり、部屋の隅にこいっと置いて聞くとね、やっぱりね、音の広がりとか、特にライブアルバムなんか聞くときはね、いいんですよね、音がね。だからね、これ、本当にケンさんありがとうございます。これはね、まあ、もうちょっと挙動はね、どこでペアリングが外れるとかね、どれぐらいでバッテリーが切れるとか、あとはその、このオークスのね、使い道とか、まあ、いろいろ考えてみなければいけないんですけど、なかなかにやっぱりこのスピーカーね、こう金属なんで、金属なんだけど、これプラスチックな部分もあって、絶妙にね、どの音楽聴いてもね、そこそこいい音で鳴るんですよ。正直やっぱりマーシャルの Bluetooth のスピーカーですっごいいい音でした。本当にね、どこにスピーカーがあるか分かんないんですよ。こんな丸いちょっとしたね、こんな形のスピーカーなんですけど、本当に今出てる音がね、このスピーカーが出てるのっていうぐらいね、パーって綺麗に広がるんです。で、それはこれはそこまでね綺麗にならないんですよ。ちょっと広域がカットされちゃってて、ダイナミックレンジ狭いんですけど、それでもね、普通に音楽楽しむにはもう十分。これちょっと値段いくらするのかわからないんですけど、調べてみたいと思いますけどね、これはね、使いこなし方、置き方、縦に置くとか横に置くとかで、あと何のものにの上に置くとか、これはね、なかなかに面白いアイテムですね。ちょうどね、スピーカーに困ってる時にね、こうやってね、スピーカーほいって持ってきてくれる、もう友達というか、まあ仲間のね、ケンさんがいるっていうのはね、ありがたいことですね。本当にありがとうございます、ケンさん。もうこれで存分に聞かせていただきます。音量のコントロールもね、大体分かってきたんで、ちょっといろいろね、どの辺のね、送り出し側で音を大きくするのとスピーカー側で音を大きくするのと違うことが起こるはずなんで、でも起こんないのかな、デジタルだと。でもどこで AD 変換してるのかっていうのが、ちょっと聞いてみないと分かんないな。でもそうだ、 Bluetooth で飛んでる時点でデジタルだから、こっち側で AD 変換するんだな。となると変わんないのか。ちょっとその辺はね、電波専門の方にね、聞いてみたいと思います。今回ご紹介したのは、一応エルコムで名前ついてるけど得体の知らないスピーカー、テロップ出るかな、下にここに出ます。エルコムのほにゃらか、ちっちゃくて読めないです、これのスピーカーでした。かっこいいでしょ、シルバーで。ちょっとこれ、シュアのマイクっぽいんですよ。私好きなんでね、こういうの、これで音楽楽しみたいと思います。それではまた See you soon。 ちょっと重さもあってかっこいいんですよ、これ。安っぽくなくて、イエイ。